やっと鮭ちゃんファーストゲット。おお、そして同じポイントでかけてます。ちょうどすぐそこら辺なんだよね、本当に手前、岸から5メーターぐらいのとこ。ちょうど魚がいたんだね。ちゃんとゴージャラシも口にかかってます。ベニザケくん、いやー、アラスカ来たでしょ。ファイトしてます。ファイト時間にすればおそらく2、3分。ただまあ暴れるわ、走るわ、もうアラスカですよ。最高でしょ。あんな感じで同じぐらいのサイズかな。めちゃんこバジャバジャ走ります。走るというか暴れます。あんな感じ。まあ道具っていうかタックルは何でもいいんだね。実際今回のこのフックもバカみたいにごっついフックじゃなくて、あー、フライの6番、まあヘビーワイヤーではあるんだけど、まあでもしっかりスナックの釣りなんかじゃありませんよ。紅鮭の釣りはちゃんと口に食ってくれます。まあこんな感じで岸に上がる時も釣り上げるというよりはこいつが勝手に泳いで上がってきたという感じ。まあ最高でしょう。これがアラスカの鮭釣り。どうだお前ら、紅鮭は口にかかるぞ。なんか別に一回かかってバレたような赤くなったような感じがあるね。これが紅鮭、60センチ、あ、60センチぐらいかかったぞこの野郎。ピーンって投げてニュイーンってスイングしてきて、本当にさっき今からその人がやるところらへんでポコッときてガガガーン、もう合わせなんてないです。とりあえず、うん、勝手に持ってきます。それがアラスカの鮭釣り。イエイエイ、やったぜ。いやー、こんな感じで。うお、待って待って。というわけでアラスカ第1号来ちゃったぜ。こら、仕掛けはフライラインは使ってません。ちなみにリールファイトしてないです。俺は引っ張りっこをしにアラスカに来たので、引っ張りっこで釣り上げました。これがお魚ちゃん、お茶らしい最強、やったぜ。さて今晩のおかずゲットです。あー、よかったね、俺ほっとしたよ。というわけでした。バイバイ。やったぜ俺、見たかお前ら。とりあえず紅だけどね。まあ走るというかファイトするというか暴れ回ります。素晴らしい魚ですね、最高。ここら辺の人らはまあお金持ちで上から船で下ってきた人たちです。本当にねそこら辺なのよ、一回パチャパチャっと魚が跳ねてね、でちょっと、あ、どうぞどうぞ。 Thank you。
まあ初めての魚にしてはまあ上等だよね。アラスカまで来たとは言ってもさ、ブライトってやつ、ブライトってやつ、どれ、まあサケちゃん美味しくいただきましょう。60センチクラスアベレージみたいね、みんながさばいてるの見るとさ。とりあえず最高、アラスカ I love you、バイバイ。